こんにちは、マサです。ハワイ結婚式初心者講座、ハワイ挙式を検討されている方の疑問にお答えし、知識を増やしてもらおうという内容になっております。今回のテーマはチャペル、チャージ、リゾート、会場に関してです。ハワイで結婚式をする場合、3種類のスタイルがあります。この3種類についてメリット、デメリット両方からお伝えさせていただきたいと思います。これらのスタイルを先に絞っていくと、プロデュース会社や旅行会社を無駄に行かなくて済み、時間の節約になりますので、ぜひ最後までご覧ください。一つ目はチャペルです。チャペルは結婚式専用の式場のことを言います。日本企業がハワイに結婚式専用の式場を建設して日本人向けに販売していくというものになります。この日本企業とは渡部ウェディングさんとか高見ブライダルさんとかベストブライダルさんとか、皆さんも耳にしたことがあるような大きな会社が運営しています。チャペルに関してはメリットが3つ、デメリットが2つご紹介させていただきます。1つ目のメリットはロケーションがいいということです。言うまでもありませんが、日本人好みの雰囲気で作られておりますので、海が目の前にあったりとか、結婚式にすごく雰囲気がいい感じのチャペルが多くあります。メリットの2つ目はパンフレットが充実しています。旅行会社とかに行くとチャペルのパンフレットはたくさんあると思いますので、情報収集をしっかりしていただくことができます。また情報誌なんかにもチャペルが掲載されていることが多いので、皆さんの情報は収集しやすいと思います。メリットの3つ目は会社が大きいということです。会社が大きいと安心感があります。打ち合わせに行くウェディングサロンも各都道府県のすごく立地のいい場所にあることが多いので、打ち合わせも行きやすいと思います。また衣装に関しても日本で試着したドレスと同じものがハワイに置いてあるっていうのもお客様にとっては嬉しいことになります。次にデメリットを2つ紹介いたします。1つ目が立地が遠いということです。皆さんは結婚式の前後にワイキキに宿泊される方がほとんどです。そのワイキキからチャペルまでが遠いというチャペルがいくつかありますので、注意しなければなりません。新郎新婦だけではなく、ゲストもホテルから会場まで移動しないといけませんので、小さなお子様のゲストがいらっしゃるときは考慮していただければと思います。デメリットの2つ目は費用が高いということです。最初のプランに入っているドレスは数着しか選ぶことができず、後からランクアップになってしまうことがほとんどです。最終的な衣装の価格は約40万円ぐらいが相場になってきます。各社によって多少異なるとは思いますが、それぐらいはしてきます。ではなぜ大手の会社は衣装がそんなにも高いかというと、自社で衣装屋さんをやってるからです。日本で試着したドレスをハワイで着られるということはとてもメリットではありますが、同じ衣装を2着ずつ用意しないといけないという点ではコストが2倍かかりますので、その分高くなってしまいます。大手の会社では初期の見積もりや挙式料金を下げたとしても、最終的にはドレスで利益を確保することができます。そんなに高いなら自分たちで好きなドレスショップに行って借りてきて、それを持ち込みたいっていう方もいらっしゃいますが、実はそれはできなくなっております。これがよく問題になっている持ち込みの禁止です。持ち込みの禁止は他のドレスショップでレンタルをすることを禁止したり、すでにドレスを購入した方がそれを持ち込むと持ち込み料がかかったりします。この持ち込み問題が結構話題になるんですが、お客様からしたら自分の好きな衣装を着て結婚式をしたいっていうのは当然だと思いますし、できれば費用も少しでも抑えたいって思いますよね。私自身も以前ハワイで結婚式を挙げたのですが、その時はウェディングの仕事をしていませんでしたので、お客様と同じような気持ちはすごくわかります。私の場合はドレスが定額で選び放題という会社を選びました。その方が安心できるのでいいかなと思って、今私が提携しているドレスショップも同じように一定の金額でほとんど選び放題っていうところを使っております。
一方、現在はウェディング事業を営んでおりますので、企業側の事情というのもよくわかります。例えば、普段の生活でカラオケに行くときにお菓子を持ち込みたいとか、映画館で映画を見るときにドリンクや食べ物を持ち込みたいと思ったことはありませんか？楽しく歌いながらお腹が減ってきたときに好きなものを食べたいと思ったり、映画館で売ってる飲み物や食べ物は少し高いので、ペットボトルの飲み物を持ち込んだり、映画館がショッピングモールなんかにある場合は、フライドポテトを買って持ち込んだりするということです。でも企業側からしたら、この飲食代も大事な売り上げの一部なんです。カラオケ店でも、ルーム代を安くする代わりに、ワンドリンク、ワンフードを注文してくださいねとか、映画館も持ち込み禁止っていうのが看板などで書いていたりします。実は以前私は映画館でマネージャーをしていたこともあるのでよくわかるのですが、映画館のメインの利益っていうのは実は売店の売り上げなんですね。映画のチケットを売って儲けていると思われがちなんですが、チケット代のほとんどは配給会社といって映画の宣伝をしている会社だったりとか、制作会社、映画監督とか映画を制作している会社に行ったり、最終的には俳優さんや女優さんに行くお金になっていきます。映画館の家賃やスタッフの人件費、利益のほとんどは売店の売り上げからなってきます。なので、映画館に来るお客さんが全く売店を利用しなくなると、とても厳しくなるということです。映画館もカラオケ店も、そういった飲食代をトータルの利益として考えているので、経営が成り立っております。ウェディングドレスの持ち込みを禁止している大手の会社も、ドレス代金もトータルの利益として考えているので、持ち込まれてしまうと、とても厳しくなってしまいます。さっきメリットでお伝えしたロケーションの良い会場も、充実したパンフレットの広告宣伝費も、多くの従業員を抱える人件費も、立地の良いサロンでの豪華な打ち合わせも、莫大な費用がかかります。その費用を支払っているのもお客様になりますので、持ち込みを禁止せざるを得ないという事情があります。チャペルの申し込みに関してですが、会場を所有している運営会社に直接問い合わせるか、販売の窓口となっている旅行会社、例えば JTB さんとか HIS さんに問い合わせて、そちらから申し込むという方法になります。例えば、コーリナのチャペルであれば、渡部ウェディングさん。テラスバイザシーであれば、高見ブライダルさん。そういった具合に運営している会社に申し込むことになります。次は、チャーチ本物の教会です。チャーチはメリット3つ、デメリット2つをお伝えさせていただきます。1つ目のメリットは、ハワイらしさや歴史を感じることができるということです。オアフ島で最も歴史のある教会はカワイアハオ教会、作られたのは今から約180年前になります。ハワイの王族も利用する教会で、エマ女王も結婚式を挙げられたことで有名な教会です。そのような教会で日本人カップルも結婚式ができるということは本当にすごいことだと思います。他にも教会ごとにそれぞれ歴史があり、外観や内観、あらゆるところから本物感を味わっていただくことができると思います。メリットの2つ目は、何十年後も同じ状態である可能性が高いということです。日本でいう神社と同じような感じで、簡単にリニューアルしたり取り壊したりすることはありません。なので、長年にわたって存続している可能性が非常に高いです。最近では自分たちの両親が挙げた教会で自分たちも結婚式を挙げたいとか、自分たちの結婚式が終わってお子さんができて、また数年後にハワイに旅行に行った際にちょっと見ていこうかなっていう方も増えてきております。メリットの3つ目は、比較的リーズナブルということです。挙式料が1000ドルからの教会もあります。日本円で言うと約11万円ぐらいです。この内容は、挙式料の他に牧師さん、シンガーへの謝礼、結婚証明書、リムジンを含んでの金額です。教会の場合は、多くのプロデュース会社から申し込むことが可能なので、比較的価格が安定しているということがあります。衣装の持ち込みも無料のプロデュース会社もあります。
ちなみに私が運営しているワンエイトプランニングもドレスの持ち込み料は無料です。持ち込みを無料で可能にしている理由としては、まずお客様に好きなようにしていただきたいっていうのが理由の一つと、提携しているドレスショップの質と価格に自信を持っているからです。持ち込むよりもお得である提案ができるという自信があるので、持ち込み料はいただいておりません。次にデメリットです。一つ目は、一部の協会では空調設備がないということです。ただ私もいろんな協会に今まで行ってきましたけども、それほど暑いって思ったことはなく、窓が大きく開いているので風通しが良く快適な協会も多くあります。季節や日によってはとても暑い日もあるかもしれないので、その点は注意が必要です。デメリットの2つ目が、あまり情報が入りにくいということが言われています。協会は企業からして利益率は高くないので、宣伝をあまりしません。なので皆さんが情報を得るためには、ホームページなどを使って一つずつ検索していくという方法になってきます。会場のスタイル3つ目はリゾートです。リゾートとはビーチや邸宅、ガーデン挙式など屋外でされるウェディングのことを言います。こちらはメリットを2つ、デメリットを2つご紹介させていただきます。メリットの1つ目は、人と違うウェディングができるということです。日本ではもちろん、他の国でもなかなか実現しないような挙式がハワイでは可能です。メリットの2つ目は、ゆったりした気分で貸し切り気分が味わえるということです。特に邸宅の場合、1日1組とか、午前中に1組、夕方に1組、1日2組限定などもあります。ゲストの人数が多い場合や、ゲストの中に小さなお子様が多い場合などは、邸宅も人気があります。デメリットの1つ目は、天候に左右される場合があります。基本的に雨の場合は少し様子を見ると止むことが多いので、それほど心配はありません。ただ年に2回ほど異常気象のように一日中雨の止まない日もありますので、運悪くそんな日に当たってしまった場合は、急遽会場の変更しないというリスク、可能性があります。また屋外での挙式のため、風の影響を受けやすいです。特にベールがなびいてしまい、挙式中ベールがつけられないということもあります。どうしてもベールをつけた結婚式がしたいという場合は、ガーデン挙式や邸宅挙式、ビーチ挙式は避けた方がいいかもしれません。デメリットの2つ目ですが、会場ごとにデメリットがあります。例えばビーチ挙式の場合、公共のビーチになりますので、土日に挙式ができなかったりとか、フラワーシャワーができなかったりします。邸宅の場合、人気のハレプナ会というところがあるんですけども、ハレプナ会のエントランスには少し小さな段差があり、リムジンが入ることができません。そのため新郎新婦の送迎は SUV という車での送迎となります。この SUV もアメリカの大統領が乗られるようなかっこいい車なので、あまりデメリットじゃないかもしれませんが、その点注意が必要になります。でもどうしてもリムジンに乗りたいっていう場合は、フォトツアーの時にリムジンに変えるっていうことも一つ方法としてありますので、覚えておいてください。あと予約の受付や空き状況の確認などのタイミングに独自のルールを持たれているという会場もあります。チャペル、チャーチ、リゾートについてご紹介させていただきました。チャペルの場合は、その運営している会社に直接申し込むか、販売の窓口になっている旅行会社に申し込むということ。チャーチやリゾートに関しては、多くのプロデュース会社から比較検討して申し込むことができます。こちらに関しては私も取り扱ってますので、ご質問があればコメント欄、またはホームページやツイッターからお問い合わせいただきましたら、お答えさせていただきます。以上、本日は会場の種類に関してお話しさせていただきました。次回のハワイ結婚式初心者講座は、費用に関してお話しさせていただく予定です。ぜひ次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。